どうもこんにちは、Tです。今回は体積に関する問題見ていこうと思うんですけど、文科、要は文系の問題になります。一般的には理系の問題の方が難しいというイメージがあると思いますが、理系の人は使える手段が多いので計算ご利用しでなんとかなるというケースがあるのに対し、文系の人はそもそも積分の公式を知らないということで手詰まりになってしまう可能性があります。なのでより一層正確に状況を把握して適切な解法を取っていく必要があります。といってもやることはいつもと一緒で、半径 A の球と言っているわけですから、とりあえず球を書いて、立体だと考えにくいので中心を通るような平面で切断して断面図の状態で考えていきます。中心を通っているわけですから、この断面に出てきている円の半径は A になって、この球を円柱でくり抜いているわけですから、このような線が入ります。といってもこれだと状況が分かりにくいので色を塗ってみます。この色が少し濃い部分が切断面で、薄い部分はくり抜いているため切断面ではなくて円柱がくり抜いた反対側が見えています。で、問題に書いてある残った環状の部分の高さが 2h ということなので、この高さが h になります。注意してほしいのは合計で 2h なので、原点0を中心にするとプラス方向に h、 マイナス方向にも h で合計で 2h になります。片側で 2h にすると合計で 4h になるので注意をしてください。で、ここからどうするんだという話なんですが、任意の高さ y における切断面の x 軸方向の長さについて考えます。球と接する部分の x 座標については半径が a であることを踏まえると、三平方の定理からルート a の2乗マイナス y の2乗であることがわかります。同様に考えれば y イコール h の時はルート a の2乗マイナス h の2乗になりますから、黄色い部分の長さはルート a の2乗マイナス y の2乗マイナスルート a の2乗マイナス h の2乗になります。で、だから何なんだと思うかもしれませんが、立体の問題を平面に落としているから分かりにくくなっている部分もあると思うので、高さ y の部分で切ってみるとこのような状態になっていることが分かります。上から見ると円柱でくり抜いたということもより分かりやすくなると思います。で、今求めた部分がこの長さになるわけですが、 y の値が何であれ h よりも小さい値であれば必ずこのようなドーナツ型が出てきます。ということはこの部分の面積を s として y 方向に積分していけば体積が出ることが分かります。ということで実際にやってみると、まず面積 s は外側のラインの半径がルート a の2乗マイナス y の2乗、内側のラインは円柱でくり抜いているので常にルート a の2乗マイナス h の2乗になっていますから、外側の円から内側の円の面積を引くことでマイナス πy の2乗プラス πh の2乗であることが分かります。求める体積を v とすれば s の値をマイナス h から h まで積分すればいいわけですが、偶関数奇関数、まあそんなこと言わなくても図形の対称性から0から h までの積分を2倍すればよいので、このような形で書けます。 πh の2乗は定数ですからパパッと積分しちゃったんですけど、分かりにくい人は一旦このような形を経由して丁寧に計算するようにしてください。で、後半部分実際に積分してみると y の2乗ですから3分の1 y の3乗になって、 h と0を代入するとうまい具合に πh の3乗という形が出るので、 πh の3乗でくぐるとこのようになって、求めたい体積は3分の 4h の3乗であることが分かります。大丈夫だったでしょうか。計算自体はそこまで難しい話ではないんですが、状況がうまく整理できないと迷走するような問題でした。文系であっても理系であっても状況整理する能力は非常に大事なので、状況整理する能力を身につけるようにしておいてください。というところで今日はこの辺で終わろうと思います。もしよくわかんないところがあればコメントをしてください。可能な限り対応しようと思います。それとこの動画のスライドは Discord に置いているので、復習などに活用したい人は概要欄を確認してください。そして最後に、この動画が役に立ったという人は高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お疲れさんでした。